ひよりって言います。よろしくお願いします。お願いします。ではこのままでも美味しいんですけど、もっと美味しくなるおまじないがありまして、今からレクチャーするので一緒にお願いします。ではまず手をハートにしてもらって、ここピュアハートってお店なので右手からピュアハートにゃんってすると美味しくなります。はい、では一緒にお願いします。せーのでいきますね。はい、せーの、ピュアハートにゃん。これで美味しくなりました。ありがとうございます。何書いてもいいですか？あ、何でも。香り、餅、餅ネタじゃないな。じゃあ何を？次ってヒゲあったっけ？あ。計算寒いから単純に寒い。私の名前を書いてていいですか？書いてください。はい、じゃあおまじない覚えてますか？いや、俺しないから。しない派。じゃあ私がしたらいい。しますね。なんでよくひよことかけて、ひよこも書いてます。いつもやらないんですか？ありがとうございます。あ、来ました。これはめっちゃ美味しそうです。じゃあ私はこれからじゃあ女の子やります。これも一緒におまじないお願いします。せーのでいきますね。はい、せーの、ピュアハートにゃん。美味しくなりました。ありがとうございます。いただきます。どこのやつやねん。どうですか？めちゃめちゃ美味しいです。広まったらよかったです。何だったな。夜は寒いけど、昼は暑いみたいな時結構あったんですけど、おまじないでめちゃめちゃ美味しくなったんです。おまじないパワー最強ですね。